はい、揃いました。最初の締めは石田さんのチームから何が難かったのか、振り分けが難かったのか。はい、では、1問目いきます。3周目、こちらです。最後は盛大にジブリっぽくしてくれて、俺その要望通り飛び起きた。吉田チーム、月島、吉田インダさん、カリちゃん。ゼアスチーム、冬の鬼。キリマルチーム、六角連覇、大久保八王子、お米大統領。5分間死んでいるから早尾に影がない。すごい。日本を代表するアニメ監督である宮崎駿さんに最後のお別れをしたいと思います。エンガジョ。オウムめっちゃバーってきて、宮崎から肉を食い尽くした後にあの漫画みたいな骨が残ってる。さん終わった後全員死んだやつ死んだやつ死んだやつ。隣のトトロのエンディングみたいに家の上下に真っ黒クロスケが通っている。すげえ頑張って手配して棺桶を顔のやつ2個で運んでいる。息子の手足を死体に移植して極めて生物を暴太くしている。金玉袋のパラシュートみたいなやつ、それで喧嘩してる。おい、なんで一番最初に証拠をやるやつがメイガニなんだよ。本業じゃない人が度胸やってる。ゲド戦記ぐらい眠かった。お坊さんの声がキムタクだった。意外と濃くない。天国でも宮崎駿が米林博正をいじめている。寿司が出てきたときに千と千尋の最後みたいにみんなでおめでとうございます。この棺桶に宮崎駿が入っている。大当たり。出棺です。でトトロの、あおかげでか、ごめんなさい、ます。残り2分半切ってます。あの長寿を魔女の宅急便でピザ運ぶガタイのやつで読んでいる。お米さん、かぐや姫の殿様ぐらいだから顎が長い。光電が少なかった時に受付がカカカカカカって首かしげる。個人が好きだった呼んでいるって流れて怖くなった。カニちゃん、宮崎贅沢な名前だね、宮山だよ。笑いとこさらって言われてやった。ボルモさん、葬式が終わってちょっとガチャッと出てみたら、ラクロスのラケットが大量に置いてあって、猫の恩返しを作りたい。お疲れ様で、ここに来てマキー取れるやつ。本日はお足元の悪い中ありがとうございます。3列は水に浸かってる線路を歩かされてる。月島さん、
それでは頂上、そちらのガンの方お願いします。小さい頃は早押さまいて当然さ歌詞にするほど死ぬ死ぬって言っててまだ死んでなかったさん東京わかんない和室の隅に服を着てるカエルが死んでいた。大久保さん、尾骨をこう触って糸井重里さんの粒が細かいと皆さん死体バスで火葬場に向かう。昼に寿司がうますぎてバーって食ってたら豚になったら豚の総理みたいなさ。はい、六角電波さんさしてマジタイムです。六角電波さん、はい、関係者とロリのみ参列可能って書いてある。ロリのみは言わない。じゃあ、元から一緒になって。その手は石田チームから始めます。長寿はすごいな。ちゃんと。はい、ありがとうございます。では1チーム2投票お願いします。左側聞いていきます。出足チームは面白かった方。ミニマルチームは面白かった方。石田チームが面白かった方。はい、1位がキリマルチーム、2位が出足チームです。あとだけ。